こんにちは、浅野忠信です。こんにちは、芦田愛菜です。この度、ポッケントーナメントデラックスの CM に出演させていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲームがスタートするっていう流れなので、ゲームがスタートが終わったら押していただいて始まるっていう流れ。本番です。よーい、スタート。やろうやろう、早く。はい、ほら光ってる。おお、頑張れ頑張れ。ああ、頑張って。おい、よし、おい、10万ボルト10万ボルト10万ボルト、これ10万ボルト。イエーイ。ごめんね、音だけなくてね。こっちで邪魔しつつ、こっちで10万ボルトみたいな感じで、うわー、これ10万ボルトじゃない、これ、これが10万ボルトだ、ほら見て見て見て。俺の勝ち。最高っすね。よーい、スタート。次あたしがピカチュウ。あ、俺でしょ。でも形が折れるんだって。ピカチュウがかわいそうじゃん。ダメだよ、かわいそうだ。そもそもこれあたしのだから。出してよ。ちょっとちょっとだけ。あたしのピカチュウ。じゃあ、あと3秒ぐらい。やだ。3、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 
いやもう僕はだからあんまりゲームとか慣れてない方なんですけど、それでもなんか僕が楽しめるね、簡単にこう操作できたりとか、本当にだから僕みたいなおじさんもいけるし、きっと子供たちも楽しめると思うんで、もうその辺は本当にありがたいなっていう、なんかこうすごく操作が簡単なので、なんか自分がすごく強くなったような気がするというか、押すもう連打するだけで技が決まるので、すごい楽しかったです。あんまりゲーム上手い方じゃないんですけど、すごく楽しかったです。いかがでしょう。いやいやいや、強かったです。いやー、やっぱ飲み込みが早いと思いますね。僕なんか覚えてるつもりが全然違う技が出ちゃったりしてたので。弱いと思う。すごい弱いポケモンだと。見た目ばっかりなんかこう強そうなおじさんみたいな感じなんだけど、めちゃめちゃ弱いっていう。ポッケンデラックスは操作も簡単で、大人から子供まで一緒に楽しめるゲームです。今日はマナちゃんとね、何回も対戦して盛り上がりました。格闘ゲームと聞いて難しいのかなと思っていたんですけど、本当に操作が簡単でおすすめです。それでは CM をご覧ください。せーの、ピカー。好きなんですよピカチュウは。ただね、格闘ゲームとかやらないから、これハハハって、これ俺でしょ。こんな笑えないよ。マナちゃんも引いちゃうと思うよ、こんなおじさんがハハハなんてやったら。楽しさとか伝わるかな。10万ボルト10万ボルトボルト、ピカー。ほんとうるさい。ダメダメ、そんなピカだけ。なら俺のピカチュウに2度目。次私がピカチュウ。俺でしょ。じゃあ2人ピカチュウ。ちょっと待って待って待って、これ俺のピカチュウどっち。私がこの青いパンツ履いてる方。俺ノーパン。ノーパン行け。ノーパン、ノーパン頑張れ。ノーパン、うるさいな。ノーパンって言わないで。次はミューズ。うわーピカチュウ、俺の可愛いピカチュウを。うっさいな本当に。やろうぜポケモンバトル、ポッケンデラックス。まあもう一回もう一回、もう負けたら何でもするから。本当に負けたピカ。